はい、どうもです。近々フェスがあるんですけど、自分はまだ投票先が決まっていないので、今回は姫ちゃんと飯田ちゃんの人形を使って、投票先を決めていけたらいいなと思います。うわすごいすごいな、出方がすごい、刺身みたい、チュールチュール、なんか美味しそうだな。猫じゃなくても食べれるぞ。これをここにセットして、さらにこの飯田ちゃんと姫ちゃんを置いとく。どっちが好きなのか。準備が整いました。今から猫ちゃんを呼んでいきたいなと思います。めーめーめー、ご飯だよー、めーご飯だよー。ニョキ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 、水の呼吸2の方、水車。あ、来ないんだけど全然来ないんだけど、下暖房ついてるから絶対ぬくぬく寝てるぞ。来た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 、メイ、おいでメイちゃん、来た。どっち、あ、姫ちゃん置いた。もう一目散、あれ食べてない。姫ちゃん、え、食べないの？ご飯置いてあるよ。え、あ、行った、飯田ちゃん置いた。お、これ食べてるかもしれない。姫ちゃん、どっち、ちょっと食ったな、ちょっと舐めてるちょっと舐めてる。姫、どっち食べるの？ジャッジくん見てるよ。ジャッジくんがこっち見てるぞ。どっち食べるんないって。模様似てるし。あ、飯田ちゃんの行った。うわ、めいちゃんカメラの位置分かって、ちゃんとこっち向いて食べてるよ。飯田ちゃん食べました。かわいい。全部平らげてほしいよね。どうせなら。ちょっと飯田ちゃんにつまみ食いしてるんだよ。うちのめいちゃんは。ちょっとつまみ食いしてる。どうせなら平らげてほしいな。メイ、おー、飯田ちゃんじゃなくて姫ちゃんの方にも食べてる。両方好きなんだね、多分ちょっとだけ食べてもういいやって。こんなんじゃ決められないよ。俺の投票先どっちにすればいいんだい。メイちゃん、